皆さんこんにちは。先生のお話すごかったですね。手張り難しいですね。手張り3つですからね、覚えやすいかもしれませんね。僕は今日8個持ってきましたので、プレゼント8個ですから、全部覚えて帰ってくださいなんてことは言いませんので、8個をこれからご説明しますから、皆さん一番僕は3番目が一番好きかなと、最後が一番良かったなっていう1つか2つぐらい持って帰っていただければいいです。日本の政党の数よりは少ないかな。これクリエイティングポシビリティですね。これからの可能性、これからの創造性ということですが、私はちょっと紙芝居のようにやりますので、それを楽しみながらということでいきましょう。今私たちはどこにいるのか、どこにいますかね。札幌のポルトにいるんですね。ここで笑わないともう笑うとこないですよ。ここで笑ってください。実はですね、人間がずっと生み出してきたいろんな仕組みとか組織とかルールとかいろんなものがありますね。学校とか病院とか、政治とか市役所とかいろんなものがあります。もうそういう仕組みが実は限界にぶち当たっているということだと思いますね。皆さんも多分感じていると思います。本当にこのまま行くんだろうかって、ここにちょっと不思議な絵が出てますけれども、このまま行くとみんな一緒に崖から落ちていかないかなという心配がありますね。今日はここにいらっしゃる皆さん全員救えるかどうか分かりませんが、ちょっと昔に戻ってですね、新しいところを探してみましょうと、そんなプレゼントのお話です。少し真面目な話になりますが、人間社会っていうのは農耕社会からずっとこう進展してきて、工業社会があり、今その皆さんね、スマートフォン持ってるんで、情報化社会の真ん中にいるでしょうというようなことを思うかもしれません。でも、ダニエル・ピンクさんという有名な方が、アメリカ人が書いたように、もうすでに我々は次の社会に入っています。それは情報化まで行ってしまったかゆえに、ものすごくコンセプチュアルなですね、精神的な右脳修道型のロジカルではない世界という方向へ移りつつあります。すごく柔らかい社会ですね。で、その社会がどのくらい違うかってことですね。3つお話ししましょうかね。最初にね、今の政治がそうかもしれません。こう進んで前に主張する、私はこうです、私の商品はこうです、私のアイデアはこうです、こう前に出れば出るほどですね、実は敬遠したくなるんですね。こう世の中にいっぱいいろんなものが溢れてます。だから一歩下がって誘うっていうようなことがコンセプチュアル社会では必要かもしれません。どうですか、一歩下がる、これが一つ目ですね。二つ目、さっき仕組みの話をしました、ルールの話をしました、約束ごとの話をしました。それにずっとこだわっているんですね。今の社会というのはそれにこだわって、そこにいたい、そこにいると安心だから安定だからということでそれにこだわります。でも多分それではうまくいかないんですね。感じて流れる、こう柔らかく流れていくね、何かを感じてずっと流れていく、そういう社会に変わったらどうでしょうかね。流れるっていうのは心の中で風の流れを感じるっていうね、そんな感じだと思ってください。3つ目、今あるもの、これもそうですね。これ僕が何かスイッチを押してるわけで、これを押すとですね、こう間接的なんです。全て食べ物もそうですね、やること、服もみんなそうです。どん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 間接的になっています。直接自分で、農家でやっておられる方ね、自分で野菜を作って自分で食べるってことができるんですけども、私たちの普通の世界、普通の生活はどん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 間接的になっています。もう一回戻ってみましょう、身体感覚の時代へって、直接自分で何かを作る、自分で何かを作る、それを誰かと交換する、貨幣経済みたいなものが限界に来ているというふうに言えるかもしれませんね。今3つのお話をしましたね。この3つのお話が多分コンセプチュアルな社会での新しい入り口みたいなものだと思います。今この8個ですね、先生は3つでした、僕は8個持ってくると言いました。どうですかね、これ覚えますかね。味の素さんの祖からいきますけどね、
もっと難しくなりましたね。一生懸命メモを取られる方もいますけども、後で差し上げますから大丈夫です。欲しい方はただで差し上げます。8個、陰のいざないとかね、いろいろありますね。いや、今日終わって帰るときに、合言葉があるそうです、ね、終わり委ねとかですね。これが言えないと帰れないそうですから、何か一つだけ覚えて帰ってくださいね。1つ目、左の方からいきましょうかね。その佇み、これはどういうことですかね。こういう感じです。その佇み、ありのままで素直で素朴でシンプルで、これ一番大切なことかもしれませんね。何も足さなくていい、何も引かなくていい、そのままでいい、その素朴なままが一番美しいという、まあ、こんな絵をどこかで見ましたね。生まれたままの姿で、ありのままの姿で、そういうところに一回戻ってみたらどうですかと。ファッションデザイナーの方いらっしゃいますかね。あ、いないですね。アパレル関係の方いらっしゃいますかね。あ、いないですね。じゃあ、あまり意味がないです。その佇みという鍵を使うとファッションの世界も変わるかもしれません。まあ、ここでは一つの、まあ、T シャツとかナイトウェアみたいなものをイメージして、まあ、自分でこう絵を描いてみたんですけれども、ほとんど裁断しなくていいとか、製法しなくていい、縫製しなくていいと。そうなった時に服のあり方変わるかもしれませんね。これは靴ですね。今のこの靴は、まあ、下がデコボコしてるから足が痛くないように、足を守るように靴を履きますよね。でも大地の恵みを足の裏から感じるように、素直に大地のままのエネルギーを足からいただけるようにって考えたらどうですか。靴下とか靴のあり方は一変するかもしれませんね。さあ、二つ目、陰のいざない、ね、先ほどちょっと言いました。一歩引くことで、少し下がることで、ちょっと遠慮することで、前に押し付ければ押し付けるほどですね、特に日本人はそうです。すいませんね、日本の方じゃないんで、こう前に押し付ければ押し付けるほど日本人はシャイですから、こう逃げたくなりますね。だからこうどん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 後ろに下がっていって、どうぞどうぞっていざなうと、なんか逃げていくような、そんな余韻ですね。なかなかつかめない、かげろうのような陰のいざない、ね、まあこんなイメージです。で、これは何だか分かりますかね。エレベーターです。エレベーターに入った時に向こうの壁に数字がこう見え隠れします。自分は7階に行きたいんだとしましょうか。7の数字を探さないと、でその7の数字をつかまないと7階には行けません。でなかなか行けないというエレベーターですねこういうアイデアどうですかね。オフィスで私は3階から15階に行きたいんだけど、もうかれこれ30分経つけど15が出ないよっていう、究極の陰のいざないですね。こういう考え方を入れると、実は、日本のお家も変わるかもしれませんね。積水ハウスさんとか三井ホームさんとか旭化成さんとか、どんどん家を作ってますけど、窓の考え方とか塀の考え方っていうようなものを、中からスッと何か、外から何かを中へいざなうような、そんな風に窓の考え方を変えてみたらどうでしょうかね。今はなるべく外のものをこう閉ざしてしまうね、外の音を中に入れないっていうことをやります。どん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 閉ざすということをやってしまうんですけど、中に入っていく、家のあり方が一変するかもしれませんね。観のまたがり、あ、なんか音楽が聞こえますね。こういうことですね。今皆さんは目を、ね、視覚を使って、まあ、私は見なくていいですよ、あれを見ているんですけども、ふっとこう音が鳴る、これが感がずれてまたがっていきます。視覚と聴覚ですね、あるいは味覚と触覚とかですね。まあ日本のレストランとかに行くと、もちろん味覚のためにレストランに行くんですけども、嗅覚とか視覚とか聴覚とかみんな使いますよね。そこへこう入っていく感が、一つの感が次の感に、次の感がまた次の感にって、こう感がどん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 またがってずれていく、まあこれも一つの技です、ね、まあ姿が流れるように香るとかですね、
自分の方をふっと香りが撫でるっていうようなですね、まあ、少し言葉遊びみたいなことも入りますけども、これが観のまたがりですね。観のまたがり好きな人いますかね。もういくつか説明しましたけども、これはあの雨の日の窓です。今の窓は先ほどお話したように閉ざしてしまいますね。外の音を聞こえないようにする、ね、外で雨が降っていても雪が降っていても中は関係ないというふうにするために窓を作ってますけど、雨の雫が落ちることがオルゴールみたいになったらどうでしょう。窓の外にですねピアノの鍵盤があって、そこに雫がポトンポトンポトン、雨がどんなふうに降るかで音がどんどん奏でられていくっていう、床を歩くときに音がしたらどうでしょう。ここは今音がしません。どんな体重の人が何人でここを歩くかで、ここがポロンポロンポロンと音がしたらどうでしょう。触覚と嗅覚がまたがっていくっていうですね、これが観のまたがりです。次、旬の極み、あという旬の極みですねこれをやろうと思ってずっとさっきから考えてたんですよ。もう少しピッとやりたかったんですけどね、一瞬ですよね、まあ、桜の花が散る瞬間っていうのは、まあ、日本人は大好きですけどね、トム・クルーズもそれが好きで、ラストサムライという映画に出てました、最初に出てくるものがいつどこで何が出てくるんだろうということがわからないですね。予定調和の反対側ですね。もう何かが予定されていて次はこうなりますよっていうことが分かっているってことは本当につまらないですね。いつ何が起こるかわからない、何が出てくるかわからない、そのことに何か自分の心がふっとこう反応するっていうですね、そのことの喜びですね。その瞬間のありのままのその姿、その前でもない、その後でもない、その瞬間に何かがあるっていうね。私はサッカーはやりませんし、ワールドカップもそんなに興味はないんですけども、どうでしょうかね、そのワールドカップとかでずっとボールを蹴っていて、ブラジルの選手がこう蹴った瞬間にボールがパッと光ったらどうですかね。全然つまんないですすいませんね、サッカーに対する冒涜でしたね日本はお月様とかいろんなものが好きです。あ、そういえばルンバってありましたね、ルンバ、あのルンバが、突然何かを感じてふっと音楽を奏でたらどうでしょうかね。あ、満月っていうものを感じて、あ、雨が降ってきたって言ってルンバが、これをオンバって言うんですよありがとうございます。もう少し笑いが取れると思ってね、いろいろ考えてはみたんですけど、やっぱりちょっと札幌は難しい。僕はあの愛知県の人間なんですよね。どうもこうズレがありますね、すいません。勘のズレですね、これはね。あ、9番目ができました、勘のズレ、はい。時の重ねですね。これは、まあ、専門家的に言うとパラレルワールドですね。2つの時間の中を自分がこう動いているような、そういう意識が2つに分かれているような気がする。こっちの意識に行ったり、こっちの意識に行ったりとかいう、ね、今現在、まあ、この赤いこのここにいるんですけども、実は意識はどっか他で他事を考えていると、まあ、中にもいらっしゃるかもしれない。今なんかテレックス札幌にいるんですけども、ふっと全然違う昔のことを思い出しているということがあるかもしれません。まあ、人間以外にもそういう動物がいるのかもしれませんけど、そういう意識の、ね、二重性、時間の二重性みたいなもの、あるいは自分なんだけれども何か自分以外の意識に触れているような感じがする、自分以外の意識と何か関わっているような気がする、それが、まあ、時の重ねです。で、どうでしょうか、椅子に座ってふっと10分20分こううたた寝をするときに、ね、宇宙の流れみたいなものとふっと関わってみたりとかですね、月の裏側をふっと感じたりとかですね、なんかそういう椅子を作ってみたらどうですかね。ただ座るということじゃない椅子ですね。2つの時間をさまよえるようなそんな椅子ですね。札幌はすごく素敵な風が吹くので、あの大通公園とかにね、そういう椅子を置いて観光客の皆さんにこう2つの時間を楽しんでいただくといいかもしれません、ね、これは、13歳15歳の女の子がお母様と
窓を見ているんですね。その窓の外には実は10年前の自分がその庭の木から下がっているブランコを使っていると、その時のお母さんとその時の自分が見えている。そんな窓が作れたら素敵ですよね。ああ10年前私の娘はあんな風に乗ってたんだわっていうですね、そういう窓ができると娘も切れなくなるかもしれませんね。わかりません、やってみないと。変の営みね、こんな感じですよね。何かこう命がね、鼓動があってこう揺らいでいるような感じ、波の中に揺れているような感じ。まあ、この絨毯もこの木もね、こういろんなものが実は命を持ってたらどうなるんだろうっていう、そういうことですね。これは冬の札幌の東本願寺ですかね。雪の中でふっとこうその瞬間を捉えると、実はずっと長い間それが生きて呼吸をしてて鼓動を持ってるような感じがしますよね。周りの営みに溶け込んでいくっていう、そういうことですね。周りの営みを乱さない、周りの流れにそのままに生きていくっていうことです。そうですね、窓が分かりやすいですね。ビルとか窓が分かりやすい。風が吹いたら窓の表示がふっと変わるっていうのはどうですかね。ビルのファサードがふっと変わる。札幌市役所の壁がですね、雪が降るとふっと変化していく。あ、今日はなんか表情が変わったね。あ、さっきとちょっと違う、夕方になったら県庁の壁が随分生きてるみたいだねっていうような風になったらどうですか。今作られているものは皆こう無機質なものをついつい作ってしまいますね。その方が作りやすいからですね。でも一つ一つのものに命を与えていくっていうようなことはどうでしょう。これは一本の木のように見えますが、これビルです。一つのビルの中に、ね、根から水があって空気が流れていて、そこに人が生活をしている、生きているっていうことが、そのビル全体が生きているということと関わっている。建築デザイナーいらっしゃいますか。皆さん何者なんですかね。意外にはまらないですね。功の行い、そこにそのことがあることで、そのものがあることで周りをふっとこう笑顔にする。ふっとこの音楽が流れてきたことで心がふっと安らぐ。思わず喧嘩をした後だったんですけども、ちょっと相手を許したくなるっていう、そういうようなものを作っていったらどうでしょうかね。そういうような街にしていったらどうでしょうかね。あまり目立たなくていいんですよ。それがあることをふっと気がついて、あ、これって素敵ですね、これって可愛いね、この音好きだねっていう、そのくらい優しいものですね。家の中にもそういうことは実は簡単にできるのかもしれません。効率とか快適とか利便性という言葉でなんかそういうことを忘れてしまってるのかもしれませんね。まあ、ちょっとした赤いリボンが何か周り全体の、ね、流れとかそういうものに対してこう好感を与えていく、まあ、そういう意味での効能を行いですね。なんか変なペンタゴンみたいなの出てきましたね。これはまあ僕のアイデアなんですが、オーディオ関係の方、家電メーカーの方、全然どうしよう。これはですね、勝手に動くこうお遊びロボットです。いつどんな風に動いてくれるのか分かりません、ね、ムッとしてる時にね、なんかこうちょっと疲れた時にふっとあら急に動き出したっていうようなことかもしれません、ね。まあ、こんなオーディオのおもちゃのようなものがあったら、その中にいる自分が和むかもしれませんね。これは夜、ね、せっかく家には窓があって、その家の外を誰かが通ったりします。自転車で通る人もいます、ね、窓から降りてくるそんな明かりに何かメッセージを込めて、ファッキューはダメですよ。それはダメですね。ありがとう、ごめんなさい、また明日ねっていうね、
まあでもちょっとストーカーがね喜んじゃってもいけませんから、まあ、ほどほどにしておきましょうかね。最後、全部語らないっていうことです。今日もきっとどなたかがおっしゃったかもしれません。何も語らない、あるところでやめてしまう、7割8割でやめてしまう、そこから先は皆さんが考えてくださいということです。自分の中では完結しない、相手に余韻を委ねていくね、よく見えません、よく見えません。皆さんが考えるっていうことです。今日帰ってからですね、私ならどうするか、あの人はなんかよく変なことを喋っていたなと、私なら何を考えるかということを考えてください。はい、もう一回8個です。何か気に入ったのはありましたか？自分の心に火が灯りましたか？じゃあ8個空で言えますか？言える人はいないですよね。いるわけがない、ね、こんな鍵で、これ本当最後ですね。随分いろんなお話をしましたが、コンセプチュアル社会の次に来る社会が実はもう見えたりしてるのかもしれませんね。それはどんなふうに宇宙とつながっていくのかって、ね、自分が生きてることが実は宇宙の一部であって、そういうこととどんなふうにつながっていくのか。人間だけが、ね、夢と現実みたいなことを意識します。夢と現実のちょうど中間ぐらいに行ったり来たりっていう、そんなことを楽しめる時代が来るかもしれません。最後に植物の声を聞きましょう。植物の気持ちを分かってあげましょう。植物がそれは本当に喜んで、我々より大大大先輩ですね。動物植物の中で人間が一番最後に世の中に誕生しました。一番先輩の植物にもっといろんなことを教わりましょう。そんな社会がコンセプチュアル社会のさらの次に見えてくるのかもしれません。はい、そんな創造性と新しい可能性のお話をしました。ありがとうございました。